ゴッドゴーダンです。こんにちは。ハードコアサーバーありますよね。あのサーバー、実は1ヶ月ぐらい前に僕死んでしまってバンされたんですよ。このサーバー、もう復活しています。1ヶ月経つと死んだらバンされるマルチプレイのこのサーバーを復活することができるそうなんですよ。なので、このサーバーでリベンジマッチと行きましょうか。前回とはなんか結構ワールドの地形が変わったのかな？木とかそういったものが一切なくなっているな。てか多分1ヶ月以上経ってるってことは相当いろんなところが発展していると思うな。あ、上に何あの上。なんか天井がある。あ、そっか、わかったぞ。あえて敵モブをこうやってスポーンさせることによって、初めてこのサーバーに入った人が死んでしまうように意地悪をしているんだな。なんて性格が悪いんだよ、本当に。しかもよくあんなもん作ったな。サバイバルだろこれ。サバイバルで、しかもハードコアで死んだらバンされるっていう世界なのによくこんな大層なもん作れたわな。あ、ダメだ。上に行けね。上に行こうとしても、この上に行くためのブロックが全然ない。こっから下に降りれるかな？あ、いや、ダメだ。ね、こうやってゆっくりと安全に降りることが、エンチャント付きのゾンビだった。ちょっと遠くに離れますね。多分ここダークオークの森だったんだろうな。だから草の、やばい、死ぬ。マジで死んじゃう。ちょっと待って。このサーバーに来た人のために、食べ物とか、そういうのをちゃんと配布してくれた方がいいと思うな、僕は。初心者に対して結構厳しいんじゃないかな？晴れんところ行く。ああ、よくないわ。やっぱ海外サーバーってこともあってさ、結構意地悪な人たちが多いのかな？この真っ黒いやつは一体何を表現しているんだ？上から見たらなんかアニメキャラクターとかになっているのかな？ネザーとかに行って、遠くのワールドの方に移動した方が良かったかもしんない。馬鹿正直にこんな近場うろうろしているようじゃ、餓死するか、モブたちに蹂躙されるかの二択だ。ネザーだ、ネザー。じゃあ、あそこのネザーに移動しよう。あそこのネザーに移動して、木がある場所に移動しますね。親切な人間がいるのは僕信じてましたよ。ちゃんとスイカの道がここにあるじゃないですか。初心者の人でもここで好きなだけスイカ食べてくださいねってことでしょ。ありがたいね。初期リスの真上にでっかい天井作って敵モブのカーニバルを作るようなバカもいるけど、こうやってスイカを作って初心者の人に大丈夫？ご飯食べる？っていう風に言ってくれる人もいるってことですよ。わかりますか？海外サーバーだからって言って民度最悪だなっていうね、そういうの良くないと思うぞ。いい人もいるんだから。じゃあネザーに入ります。ネザーに入って、で、遠くの方に行って、木を使って石ツールを作る。こんなまっ平らだった？前回来た時ってこんなまっ平らだった？こんなまっ平らだった？こんな黒曜石がいっぱいあってさ、待って、めっちゃ豚とかスケルトンおる。ちょ、待って、ガストンもめっちゃおるしさ、こんなまっ平らだった？こんなまっ平らで広かった？ちょ、待って。殺す気満々じゃん。アナーティーサーバーか？あ、知らんとこ来た。さっきの場所とは違う。でも、ただの通路だな。元に戻った気がする。初期地点のでっかい黒い天井の近くにスポーンしました。植物が全然ないし、あたり一面海だから、さっきの場所よりも結構過酷なところに来ちゃったな。まあ、でも海ってことは敵も分をあんまり湧かないでしょ？トライデント持ったドラウンドとかが湧かない限り、ここで死ぬことは多分ないと思うんです。食料ゲージに気をつければ、スイカもあるしね。餓死することもないし、ネザーよりかは安全かなって。ハードコアサーバーだからさ。あ、木があった。あそこの草ブロックが壊れていないっていうことは、あそこにちょっとだけ原木が残っているってことですね。にしてもこれってさ、死んだらバンされるっていうワールドなのにさ、よくもまあこんなに植物とか全部取っ払えることができるよね。死ななかったんかね、こういうことしてるやつってな。ほんと、天罰食らうぜ。まったく。ああ、やばい、夜だ。え、なにあいつ。スピードのポーション持ってんの、雲が。待って。ダメだ。ああ、ダメだ。夜だから、ああ、植物あった。ラッキー。ちょっと待って。夜だから、テリモブが多すぎる。ちょ、僕死にたくない。後ろに気をつけよう。後ろから、クリーパーとかが、緑虫がこっち側に来ることを、ちゃんと警戒しつつ、木を掘る必要がある。ほら、視界をね、しっかりと、
クリーパーから目をそらせちゃいけないんですよ。やつ目をそらした瞬間に背中にいて爆発して死んでしまうなんてことはよくあるし、原木作って作業台作って棒を2つ作って、でこの棒を使って木のピッケルを作る。ここまではもう順調。誰だってわかる。目をつぶったってわかるし、3歳児だってマインクラフトをやっていればこんなことは大抵できるんですよ。他の人ってどこにいるんだろうね。やっぱネザーかな。パパ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 ハードコアサーバーでスケルトンもね、ちょっとトラウマだからあんまり近づきたくないな。1回目であのスケルトンにやられたんですよ、僕。だからスケルトンとはちょっと距離置くわ。ごめん、関わりたくないっていうか、あんまりスケルトンくんのノリ苦手というか、友達だと思ってた。ありがとう。でも僕はそんなに好きじゃないからあんまり関わってほしくないかな。松明だ。明るいところに移動しようか。モアイ像だ。かわいい。かわいい。何この子。チェストの中に、皮膜と腐った肉か。食料として食べていいですよってこと？ここにいる人は相当心が綺麗だったんだろうな。守り神をこんなところに置いてくれている。じゃあ僕も守り神に一つ工夫を加えてあげるか。僕からも一つプレゼント。ホット、ホウタン、ホウサク。ゴッドコウタン、盗作。モアイ像。僕が作ったとは言ってませんよ。僕が、盗んだって言ったんだ。このモアイ像はゴッドコウタンがいただいたってことだな。別に僕が作ったなんて言ってない。ただ僕があのものを僕が作りましたよっていう風に偽ったっていう意味で盗作って書いた。別に僕嘘つくの苦手だし嫌いだからさ、まあ嘘はついてない。ただこれは盗作だよ僕のっていう風に言ってるだけであって、はい。このサーバー来た人は、まあ、あの看板見た時に、このサーバー、ゴッドコータンの、これゴッドコータン作ったのやば。やっぱ建築上手い人いるんだなっていう風に思うわけですよ。まあ、盗作って書いてるから、僕が盗んだってことなんですけど。ピッケルと石のシャベルを作っての僕が一番強い。もうこんな暗闇のところをさ、僕がわざわざ戦ったり歩いたりする必要はないわけで。ダメだ。装備を着たスケルトン。モアイ像だ。さっきのモアイ像と同じ人かな。死ぬ、死ぬ、死ぬ、死んじゃう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 。さっきの木材で出てきたモアイ像を作った人と同じ人かな。モアイ島だ。モアイ島だっけ、ここ。なんて名前だっけ。モアイ島だ。ここに誰かしらがいるってこと？ Thanks for the fishing rod。 そう、ここにいる人は釣りが大好きな人だったのか。エンダーチェストまで用意しちゃって、相当平和な人なんだろうな。心が優しくって、多分スイカ作った人もこの人なんでしょう。知らんけど。サンゴ礁が近くにある。いい立地ですね。気に入った。僕がここに住む。ん？泥棒じゃない。この人が作ったなんて、どこにも書いてないし、もしかしたら僕が記憶をなくしているだけで、無意識下でこの場所を見つけて、この場所にこんな素敵な建築を作ったって可能性もなきにしもあらず。だからこの建築は僕が作った。よくねえよ、盗作は。ほんとよくね。だからネザーに帰る。ネザー帰ったらどこに繋がるんだろう。こっち側には、玄武岩の場所があるな。こっち側に、まあでも、ネザーだからさ。特に何か面白いものがあるとか。いや、むしろネザーの方が危険だから、僕は、やっぱさっきの場所に帰るわ。あ、ガストだ。やっほー。こんにちは。2匹いるなんて聞いてねえぞ。まあ、もともとガストは、僕2匹いるよなんて言ってないから、聞いてないのは当たり前か。あれ？さっきいたあの素敵な南国の島はどこに行ったんだ？僕がいたのはこの、こんな地下なんて僕いたか？あのね、こういう地下、ちょっと怖いんだよな、ハードコアサーバーって。前回は、ここの地下を登っていったところに、なんか装備着たスケルトンがいて、そいつにやられたわけだから、
ちょっとそいつらがいるかなってなってちょっと怖いです。ビクビクしちゃいます。かわいそうに雨に濡れた子猫のごとく。ぐーぐーぐー。じゃあ地上に出ましょうか。地上に出たら今回の動画はここまでということにしましょうね。別に特に僕が死んでオチをつけようとか全然そういうことはありませんよ。このサーバー撮影しやすいので、一回死んでしまったら一ヶ月ログインできないなんてそんなしょうもないことやりたくありませんからね。ということで今回はここまで。チャンネル登録と高評価よろしく。さようなら。バイバイ。